そういう最終回直前の第 X 話、最話かな。ドン。たたたたた。何ここ。芝居。ユマ、ここどこなの？俺もわからないよ。気づいたらここにいたんだ。私もよくわからないのよね。直前まで居酒屋での祝賀会で盛り上がっていたんだけど、箸が掘りこたつに落ちちゃって。暗くて覗き込んで探したら。え、そんな理由だったの？ってここは、え？ドマドマの地下。企業の暗部ね。違うと思うよ。あー。ん？あ、何か落ちてきた。ドン。あいたたたたたた。おじさんまで。お、こんなとこで何してるだ？で、ここどこだ？全くわからないんです。どうやってここに？わしもよくわからんべ。不思議な小動物の落とすドングルヒョって隣の森に入っていったら落ちてしまったからな。それ隣のなんちゃらですか？何そのジブ。おう、ふう、どうするべ。そうですね、おじさんがショートトロみたいだな。しょうがないべ、ここでするか。何をですか？トレーニングだべ。え？トレーニングをしないとなまっちまうべ。何唐突に。こうやっている間にもライバルたちは強くなっているからね。はあ。でもまずここから出る方法を。芝居、俺たちにはもう迷っている暇はないよ。いや、迷っているというか、優勝したからといって怠慢はいけない。勝者として強さを誇示し続けなければいらないんだ。真剣な目をしてる。意味わかんないけど、何を言っても無駄そうね。で、このファンタジー世界みたいなのは何？まだあんの？まだあんの？人参。かわいい。素直にトレーニングを始めるのね。もぐもぐ。まあ、トークしますか。これ、俺の厩舎の合鍵。受けてくれないか。ゴジ。信頼してくれるのね。当たり前だろ。たとえ俺の後ろに立ってても、芝居だけは蹴らないよ。合鍵みたいの渡された。75ポイント。ブブブよ。明日の天気はどうなるかな。きっと晴れるよ。楽観的だな。嫌いじゃないよ。どれが正解だったんだ。はい、じゃあもう一回トークね。とこのままここから出られなかったらどうする？それでもいい、ユーマと一緒なら。もう俺がレースに出なくてもいいってことか。出なくなもいい。5時過ぎ。考えない。今は目の前のトレーニングに集中だな。最悪だがいいのか。基準がようわからんけどな。人参のことどう思う？いいオレンジ色だよね。この色の良さがわかるか。君とは案外いい仲になれるかもね。今さら。もうだいぶ関係深めたはずなのに。100ポイントの食い方。普通に食ってくれ。トレーニングに必要なものは全て揃ってるんだから不思議ね。こんなこともあろうかと、オラが常に持ってるべ。想定内かい。牧場は好きか？好き。いいとこだろ。君、見る目あるよ。なんで今さらな質問してくるんだ？まさか記憶が。そんなことはないよな。誰にも邪魔されないし、トレーニングに最適かもね。トレーニング天国だべ。はっ。どうした芝居。ここは天国なの？まさか。芝居は
モテるだろ。非モテ代表です。芝居の魅力がわからないやつはバカだな。本当にここから出られるのかしら。さっきメッセージ付きの風船飛ばしておいたから誰か見つけてくれるべ。それは心強いですね。私も見てないでトレーニングしようかな。馬用の器具ならここに。あ、やっぱりいいです、まあ、そもそもユーマも馬用の器具でいいのかどうかが怪しいところだ。人参嫌いって言うとどうだろう。ふーん、嫌いなんだ。これはストレートだったな。ランラーララン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 ラーラララ、何に歌うまいわね今ので。わすはこれでも昔天使の歌声と評され、はいはい、有名な合唱団にでも所属してたんでしょ。なぜすっとる。何の歌だったんだろう。今の歌い方だとあれを思い出すな。ウォンビーロンウォンビーロン G アプタン東京スラピナイ。あれも最初はあれからか。おりょ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 やれれれれれれ。そっから始めないと。不思議な場所よね。変な建物もあるし、馬の像もあるべ。何の意味があるのかしら。でここの異世界の住人とかはいないのかな。奥の柱に何か書かれてるわ。身を鍛えし者に、ああ読み切れなかった。何か意味深なことが書かれてるわね。何だろう。よし、なんだかんだでさすがに慣れたもんよ。っていうかさ、おまけじゃないから、これただの11話だから、これで本当に終わってくれるか。トレーニングになってるのよね。全身疲労で倒れそうだ。あれ、天からまばゆい光が差し込んでくる。ひひー、なに神、化け物だ、殺せ。ギャー、変なのが現れた。こ、神々しいな。どこがよ。ヒヒーンヒヒーン、騒ぐでない。ルルルル、私は神だ。めっちゃ泣いてるけれど何か訴えてるのかしら。言葉が返せない。神様らしいね。あ、神様らしいねか。ユーマ、言葉がわかるのね。さすが馬って神かよ。ルルルルルル、そなたらのトレーニングに励む姿に私は感銘を受けた。なんかエジコイを思い出すな。どうやらトレーニングを見ていたようだね。はあ。褒美に金の人参を授けよう。この杖の先っぽも人参だね。人参をくれるみたい。神とはいえ顔が馬だと不憫だわ。今後もより精進するがよい。今バフンって言っ、あ、ヒヒーンブルヒヒーンバフン。今バフンで言ったわよね。バフンでヒヒーン、さらばさらばじゃ、普通に言った。まぶしい、消えたわ。一体何だったのかしら。おーい、おじさん、どこに行ってたんですか。ここの出口探せたべ。そしたらそこに出口の看板があったべ。あんのか。丁寧に看板があるのかよ。枯れそうだから早速その先に行くべ。裏側においでやすって書いてある。あの馬面神が書いたのかしら。道が続いているようだね。なんでドクンドクしてんの。本当に帰れるのかな。うー、またも眩しい。なんで次回予告があるの。迷宮から脱出したかに思えたスバイたちだったが、まばゆい光に包まれてまたも薄く薄なってしまう。薄気が戻り、辺りを目立たせてみると、どこか見覚えのある風景が広がってた。図解、悠久のサークリング、追加ストーリーは作成中。まさかアップデートで、乙女が恋に落ちたヒューマンフェイスのお馬様。
もしかしてさっきの X はもう、ん？ここってもしかして、どうやらまた迷い込んでしまったような。ここに来たのはもう2回目な気がするが、いまいち思い出せない。仕方がないので、私はとりあえず進んでみることにした。これさ、エンドレス？うん。芝居、ユーマも出られなかったのね。ってことは、あと1人。ああ、やっぱり。ドン。あいたたたたた。なんで毎回落ちてくるの？ここ、どこだ？それ前回もやったからいいです。結局誰も抜け出すことができなかったわけが。呪われてる。本当泣きたいわ。早く帰って髪を洗いたい。そうだないべ。う、デジャブ。ここでトレーニングするしかないべ。いやぁ！一緒。あら？金の人参が落ちてるわ。もしかして神様がくれるって言ってたやつ？その辺に置かないでよ。使用するとフィーバー。フィーバーは別にいいっす。素直にトレーニングを始めるのね。あ、別のやつ。だから今までのが。トークすると？一緒だな。じゃあこれで追加ストーリーが来るまでというか一旦はおしまいってことでいいのかな。次のセリフがあるまでちょっと見てみるか。最悪だ。なぜかこれ2パターンだよね。最悪だの下りのやつ。ちょっとフィーバーしてみるか。せっかくもらったし。金の人参。もぐもぐもぐ。フィーバー。こうやっていっぱい現れると。で、やる気も下がらないので、100ポイント連打ができますが、フィーバー短くない？でもこんなもんで終わりかな？あとはもうエンドレスループっていうことにしておきましょう。もしかしたら一応ラストに、ちょっとセリフの変化があるかもしれないけども、トレーニング必要なものは全て揃ってるんだから。あ、これも同じくだりかな。ぽいな。じゃあそのあたりで、馬のプリンス様、馬プリは、このあたりでおしまいということにしておきましょう。これ以上、続けてもしょうがない。アップデートが来たら、ね、やってほしい声もあるだろうけど、そういうのは一切やりません。もうここで終わりにするんだ、俺は。ってな感じで、こういう放置型のゲームで、まあパターンは簡単だったからいいけども、広告をね、見なくちゃいけないっていうのが、見なくてもできるはできるけど、見た方が、このトーク回復するし、アイテムが増えたりで。ただ、このスマホの広告さ、一律15秒とかにしてほしいよな。30秒とかさ、無駄に長いのって多いじゃん。そういうのほんと腹立つんだよね。中には10秒未満のやつとかもあって、そういうところはね、あ、素敵、素晴らしいと思うけども。そんなね、30秒もかけなきゃプレゼンできないような無能アプリのことは絶対ダウンロードしません。そんな広告に文句を言いつつ、なんとかクリアかっこはてなはできましたと。最初はね、一瞬ネットで話題になったけども、その中身はまあひたすらにこの調子で進む、ある意味初志貫徹なゲームでした。では馬のプリン様、他の選択肢のね回答とかをまだ動画内でやってないのとか、見たい方はご自身でやってみてくださいということで、ここで馬プリの実況はおしまい。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。